りました、妖怪ウォッチ2新打ち。はい、はい、今回もやってまいりましょう。私たちが MSS プロジェクトでございます。皆さんこんにちは。こんにちは。はい、私が FB37 です。はい、はい、どうもアルモットでーす。はいでーす。あわわわわわわ、キックマスクです。じゃあ今回キックンがプレイということで、どんどん進めていっていてください。はい、おじいっす。はい、じゃあそのうちにポックリみたいなやついたからね。はい、今回はね、はい、こちら妖怪メダルを開けていきましょうよ。はい、よし。そういえばたけしだったの。そうですよ、たけしですよ。あの、なんだっけ、サファイニャンは出たんだもんね。サファイニャンだっけ。なんかさ、トパニャンじゃん。トパニャンだっけ。わかんない、どっちかわかんない、うん、なんかもう一匹貴重品がいる。そう、貴重品2匹いるから。ああ、それが当たればいいね。じゃあ、じゃあお願いします。さあ、何が当たるかな。うわ、このビニール包装が2匹。はい、しろい。はい、じゃあこれアルマ、はい、お、そしてお、こっち、じゃじゃん。おっと、この子は、じゃあいきますよ、はい、いきますよ、これ、はい、ダルダルマ。ダルダルマ、ダルダルマ、何それ、キラー、ダダルマじゃなくて、ダダルマ、うわ、ダダルマ、ダダルマ。わかるのかよ、誰がよ。はい、僕は、お、いいね、僕にぴったりですね。ネガティブーン。見せ見せ。ネガティブーン。じゃあキックさん進めてってください。前回あのさ、おばあちゃんの家でケマモト村に行こう。ケマモト。なんかあのさ、でかいさ妖怪にダマかされて、なんかダマかされて来てんじゃなかったっけ？じゃああの正直全然覚えてないな。矢印の方向に行けばいいんじゃない？あ、バスか。そうじゃないよ。おー、じゃなくないだろ。合ってるだろ。そうじゃないよ。お、お、来た。お、お、バスも来た。乗ろう、バス。うん、違う違う違う、あの今は、うん、俺ら今童心を忘れたから今そんな反応だったけど、うん、これは子供だったら、はい、ネガティブー、わーいって感じ。ポジティブじゃん。ポジティブ。ポジティブ。めっちゃポジティブじゃん。お、ケマモト村つきましたね。ケマモト村。ケマモト合ってるでしょ。いや、合ってるけど、なんか笑っちゃうんだよ。なんか悪口っぽいんだよな。山本村みたいな。ねえ。さあ、つきました。おー、田舎やね。田舎へ行こう。すごいね、でもこんなにオープンワールドなんだ。おばあちゃん、ばあちゃん来た。あ、ばあちゃん、おばあちゃん、あそこに何年待ってたんだろう。待ってたんだ。それはこんなに老けるかな。たけし、これたけしのおばあちゃん、もうよく来たな、ほっとしたよ。まあさすがおばあちゃんには見えてないんだね、妖怪は。おまた大きくなったね。5年生、おー、たけしちゃん、うん、優等生やな、なんやねん。俺らなんか、へぇへぇって感じだったよ、この時ね。確かに、ふぇい。確かに。おばあちゃん、おばあちゃん、おこすがよ。いや、正直俺は結構ひどかった気がする。なんか時々さ、あの小学校5年生ぐらいの小学生見かけるとさ、ああちゃんとしてるなって思っちゃう。思うね、ちゃんとしてる子はね。俺はもっとひどかったと思う。ねえ、確かに、確かに。小学校の時はネガティブになった気がする。そうそう、お5年生の時何してたかな。あ、うん、新しいメンバーは誰ですか。おばさん、小玉、小玉さん、小玉さん、あ、おばさん、小玉っていうの、小玉です。まあおばちゃんもいい子ね。すげえほのぼのするわ。元気があっていいね。こんなだって田舎生まれではないでしょ皆さん。うん、まあまあそうかもしれない、うん、そうだね、うん、さすがにおばあちゃんの知恵袋。うちら札幌生まれだからね、うんうん、札幌生まれすすきの育ちだから。マジかよ。マジか。マジかよ。そんなところで育っちゃった。水商売やろうじゃねえか。そう、すすきの育ちって言って語弊があるね。水も甘いもすすきので教わった。あれ大通り育ちでしょこちゃん。大通りだよ。大通りってお前はね、トウモロコシ食ってんの。お店に寄っていこう。お、何の店だ。駄菓子屋かな。おばあちゃんいいわ、かっこいい。ちょっと足りないもの、うん、頭かな、視力かな。ひどい、おばあちゃんに対してひどいこと言ってんだ。なんてこと言うんだ、やめろやめろ。店に入ってたぞ。
お、しっかりしとるじゃないかよ。昔の思い出を。お、なんだなんだなんだ。あれ、ばあちゃん。他に買うものは欲しいものあるかい？彼氏。お前の命。なんでや。ススキの。うわ、またばあちゃんばっかりじゃねえかよ。まだ限界集落ね。喉は乾いてないかい？お前はもう乾ききってるけどな。やめて！おばあちゃんに悪口。葉緑茶。葉緑茶。おばあちゃん。なんだこれ。なるほどね。おばあちゃんあの妖怪見せてないと見せかけて。あ、見えてんのかもね。そう、昔は S 級妖怪だったから。だっそうそう。こいつ自身がばあちゃん自身が。こいつガイア。そうそうそう。だからあの孫にも葉緑持ってるの分かってるから。ああ。こいつも成長してきたなみたいな感じで。つまりこいつはライゼンだったと。そうそうそう。マジかよ。だから見えてないふりしてるだけ。はいはいはい。結局久しく人間食ってないんでしょ。力出ねえじゃねえか。おばあちゃんはものすごい妖怪使い。なるほど。ものすごい妖怪使いっていうか妖怪なんでしょ。そうそうそう。システム無視して SQ 妖怪6匹ついてる。追いかけてもらえちゃう。追いかけるあいつ捕まえるといいことあるぞ。アイテム手に入るぞ。おばあちゃん無視して、おばあちゃん無視して追いかける。いけるかいけるかいけるか。おばあちゃん、おばあちゃん、あーダリナス。おばあちゃん孫がいきなり全然無視してびっくり。うおー、当たった、すごい。こっちこっち。あれなんかこいつ前もいなかった。あ、こいつ結構出てくる。どこにでも現れんの。うん、しかも別に走って追いかける必要なくない。おばあちゃんどこ過ぎてね。あ、おばあちゃん過ぎてる。でもそいつ追いかけたら追いつけば。まだ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 。アイテム出るかもしれんから。よし、話しかけろ。別に話しかけろ。来た、やっとここがゴールだから。ここ何。ここがお前のゴール。死ぬみたい。何が出るかな。やった、あ、あ、あ、宝だ。そういうパターンもあるの。そんなこともあるのね。マジカス野郎じゃねえかよ。絶好調。あ、絶好調。漏れぞ。どうしようかな。なんか久々だから全然わかんねえや。ニセブルック、こっちはでも結構。そう、ニセブルックがいるからこっちには。とあとまあジバニャンもね、技使えればいいから。めっちゃ食らってるけど。技使えや。全然忘れてた。忘れすぎだろ。あ、本当に久々だ。ジバニャン今確かね、アクセサリーでめっちゃ強いのつけてるから、攻撃力がすっげえ高くなったよ。ジバ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 。すげえ。こいつ技なんだっけ。あ、でも倒せなかったね。あ、我慢さ。HP1 で耐えたなんて。お、バックだ。花火ボーン。あ、ジバニャンやられるぞ。わかってる。早くしろよ。俺絶対妖怪ウォッチ下手だわ。倒したっぽい。ニセブルックが倒した。ニセブルック強いからな。でもあの下の3人の方もっと強いと思うんだよね。あ、いや、ガイアよりは多分ニセブロックの方が強いでしょ。あ、それは間違いないけど、うん、いや違う違う、下のだから。あっ、漏れぞ漏れぞ。ガイアって誰だっけ。ガイアってあのおばあちゃん。あ、まあ、そっか。元の名前をすっかり忘れてしまった。おう、ちょっと友達になろう。やっぱこういうの大好き。そうだね、こいつ名前ないんですよ。どうすんの。うん、うんこ漏れぞでしょ。つけてやるな、うんこ。ひどいよ。いやいや、だってもうこいつそういう前提で来てるでしょ、完全に。漏れてるかな。俺もやっぱそういうことあんま言いたくないけど。じゃあ、うんちかうんこどっちがいい。うんちの方がまだそうだね、かわいいよね。うんち漏れたでいいんじゃない。漏れたんだよ、漏れた。もうえ、漏れた。いや、いいよ、いいよ。漏れた。かっこいい。漏れた。かっこいい。漏れたみたいな。漏れたみたいな。漏れた。うんち漏れた。漏れた。うんち漏れたということにした。もう漏らしたことにした。かわいそうだろ。いじめやで、いじめ。いや、でもこれ小学生がやったらさ、ニックネームそういうことになるわけでしょ。まあ、そんな感じになるのかな。絶対俺悪くないもん。あ、これ。あ、封印が取られた。え、何？なんかあんのこれ。知らない。全然あんだよ。あとはばあちゃんとこれ行こうぜ。はい、こんな機能あったんだ。ばあちゃんすっかり忘れてた。ばあちゃんこの待ってたら死んでしまう。干からげるぞ。死なないんかい。おばあちゃん SKO かだから大丈夫だから。お前そんなにばあちゃんを信じられんの。いや、ばあちゃんやっぱ強キャラでないと。ばあちゃん。ばあちゃんはあれあれ、ああ、そっちか。ババア、さっきの待ってるからずっと。ババアゾーン。ばあちゃんちめっちゃ広い。ババアゾーン。やべえほど立ち持ってる。さあ、ついたよ。立ち持ってる。
うわ久しぶり、ばあちゃん金持ちや。お土産を渡さないと。何買ってきたっけ。お饅頭。仏壇にお供え、全然覚えてない。仏壇、お墓、奥にあるぞ。お墓じゃない、お墓、うん、仏壇つってるだろ。まあ確かに、ね、仏壇って言ったよな、うん、なんでお墓行くんだよ。いや、お墓イコール仏壇みたいな、ね、ここがお前の墓場だみたいな感じでしょ。だからなるほど。そんな深読みしちゃう。あった、ほら、ふい。備えると何が起こるんだ。備えあれば憂いなし。チーン。おじいちゃん、たけしがお前に持ってきましたよ。男じゃないけど虐待だよ、虐待。ちょっと切ない感じだったね。おじいちゃん、なんか意外に若々しい。これ誰が書いてる。誰が書いてる、このおじいちゃん。なるほどね。生まれる前に死んじゃった。あ、でもうちと一緒だわ。そしたらあんたのおじいちゃんはね、マジかよ、すげえ S 級妖怪。あ、こっちもエリート妖怪じゃん。じゃあたけし、そうだね、そうだね、そういうことだ。サラブレッドじゃん。うん、まあ、ゆうすけみたいなもんだよ。ゆうすけは母親は人間じゃないの。いやだけどサラブレッドだよ、あいつは。マジ強いし。いや、まあ強いね、うん、主人公だし。たけしのためにご馳走用意。これでめっちゃフランス料理とか作り始めたらウケんね。ガンジーマッチャーみたいな。今ばあちゃんばあちゃんのだけに。おお、じゃあキークエストやっていきましょう。うい、キークエってこれか。そう、その3つだね。この3つ、それをクリアすればいい。わかった、ヒギ、これやった方がいいの。まあ、それも全部やんないといけないから。よし、行くぞ。妖怪についてはあれが使える。あれって何。ほら、ちょっくら行ってくるぜ。なるほど、ここからケマモト村で、うん、ちょっとそう修行。なんだこの風呂、めっちゃいい。五右衛門風呂。五右衛門風呂、ばあちゃんちマジやばいんだけど。五右衛門風呂、五右衛門風呂じゃないだろ。でも、五右衛門っぽい風呂じゃない。いやカグ行けや、何してんだ。いや、なんかないかな。家の中でうろうろすんな。ゴエモンっぽい。バージョンも切れるで。何うろうろしてんだい。え、今遊んでらっしゃいって言われたのにうろうろしちゃダメなの。厳しすぎない。落ち着きがないねって言われる。うっそ、子供相手にひどいな。さあ、お寺では何があるのかな。寺、寺ブレイク、テラフォーマーが。お、それただのゴキブリじゃねえか。お、ジジイ、おらなんで、ジジイ。お、お、早速バレてる。あれかの、ちょっとあれかの。妖怪アイテム合成のこと。あー、このお寺さんもできると。まあ、やっぱ寺生まれは違うから。妖怪の特殊で。本変化。何のことですか。ウィスパーも知らないじゃん。本変化じゃな。うん。へー。コンという塊にすることだ。うん、コンを他の妖怪に持たせると。はい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 。え、じゃあ何、いらない妖怪ができたら、うん、コンにしちゃい、うん、まあそういうことで、他のやつにの生贄にするそうそう、いやいやいや、コンになった時点では別に妖怪は消滅してるわけじゃないから。アイテム上になってるからね。はいはいはい、うん、多分。お、あ、あ、あ、ヒギコン変化の術、うん、よし。問題がある。なんだこの辺での術を妖怪にかける。タケノコが必要。タケノコは、なんで必要なの。入山商店お使い。お、タケシちゃん全く同じこと。俺ら今リンクしたタケシちゃんと。タケシなだけにタケノコがやっぱ何かかってねえし。ドゥルルドゥー、早く行け。はあ、この状態でどう早くやるんだよ。焦点そこか。焦点死んだけど今。焦点焦点。タケノコくれー、タケノコくれー。金あんのところで。金はいくら。2590円。松茸売ってる。高っ、香り豊かな国産の高級松茸、堂々とした姿で木箱に入ってる。だけど私が欲しいのはタケノコです。タケノコ食いたいわ。食べたいね。タケノコうまいよね。タケノコ食ってないの。どうやって食う。刺身とか天ぷら。あー食べたい。刺身、刺身あるあるよ。嘘、あるある。あー刺身、いやけどやっぱり天ぷらとかどうですか。あ、天ぷらいいね。天ぷら炊き込みご飯に入ってる。あー、あーいいね。あ、
あ、なんだこれ何これアイテムでしょ宝箱臭みの草うわ、臭しょぼ臭やば臭みの草も天ぷらにするとすげえうめえんだよな臭いけどはい、タケノコ持ってきましたよどうやらタケノコを持ってきたようじゃな渡さない渡さない渡してやれよだが渡さない分かった、渡す渡す、うん、500円返せな、そうだよそうお、どうやって走らされただけじゃんあー、来たえぇ、よくあるパターン、ね、うんまあでも分かる、タケノコ美味しいから美味しい、まあ仕方ないこういうやつはいるわね、うん、子供に500円払わせてタケノコを買わせに行ってるって言っていやいやいや、だってジジイもタダで働くわけにいかないからね、うん、まあそうだね、うん、タケノコぐらい持ってこい、このクソ野郎みたいなお賽銭で買えばいいのにねいやいやいや、それダメでしょバチ当たりにも程があるだろお賽銭っていつも思うけどだからいつも名前の体に戻れるえ、そうなの妖怪で生身っていうのはちょっとおかしいおかしいんだよ、うん妖怪見たらなくなってしまうので呼び出すことだから戻すから結局できないってことうんうん、うん、なるほどね、なんかいろいろできるんだこういうのはちょっとあなんかねゆっくりやりたいよねそうだねまあとりあえず、うん、あもう解決したんだ一匹なんかじゃあこの変化してみるかウィスパーマジっすかおーでも経験値曲がった結構もらえるサンキュー鉄壁の守りだってミーはもう一個はおお何どっちにする力が下がるか、揚力が下がるかはいはいはいあ今のメンツだとどっちにいや、揚力じゃない大体さ、守りが高いキャラクターって力が強いキャラクター、うん、じゃあこれもらうようんじゃあ鉄壁もらうわさ、当たりか、外れかそうだねまた来るぞボーナスチャンスボーナスチャンスさあ、来い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 あーうわー当たりだおめえええぇーいや適当に言ったらなんで今当たったいや当たったから当たったからじゃない当たったからじゃないはぁしかも少々経験した少々経験したマジかよコン変化やれよんコン変化って何ジジイに話しかけないといけないの当たり前だろ本当だ知らんかったわそうじゃあ早速うちもモレタウモレタウモレタウもったいない意外にレベル高いしなそうかんぴょうがねランク A なんですよね唐辛子がもういいんじゃないあ唐辛子いいやいいランクいいです唐辛子あいらないね味方を攻撃するんだなって最悪だこいつ最悪だこいつよしじゃあさよならああかわいそうさよなら唐辛子あ唐辛子になったおこむしゃの子ちょっとかっこいいになっちゃうの？で誰にいや違う違うもう次のやつか、うん、はいはい、はいはい、じゃあ魂を強化するで見れるんじゃない見てみるか今後強化するこんな感じで、うん、力今プラス2だけどどんどん強化してたら力の数値が多くなってはいはいはいじゃあなんかもう素材が必要なんでしょそうだね素材ってどんなのが関係してんだろうねいや素材はだから根同士でしょ、うん、あ根同士なのじゃあもう一個ちょっとやってみる、うん、いいよいらねえやつうんでも正直力プラス2の時点でやる気ないわじゃあちょっとムカつくやつ一番嫌いなのお前じゃないお前じゃないここで磁場ここで磁場にゃんやるとかでも実際多分できるんだろうなあできすぎくんとかいらなくないいらない ね,、まあ、ねできちゃってるからねねえそのできてるやつには期待できないから、うん、じゃあこいついいよいいよこいついいよとか言ってやっちゃやっちゃ、はい、さよならできすぎくんもう会うことないこいつできすぎてるおバカズキンの子バカにしすぎてるひどいわバカズキンできすぎくんって名前つけたんだ俺らなんかこれベースがじゃあ力の方がいいよねうんうんじゃあこれにしてはいじゃあ組み合わせで強化どうなるかねどうにもならないでしょ、うん、あレベルは上がるかゲージが上がるしこれら上がんないのかよでもしょぼいからだってしょぼいしょぼい悲しいわまあこんなもんでしょう、うん、まあこういう感じ、まあ、強化するとこういうことになりますとはいじゃあ今回はこんな感じにしておきましょうかはいじゃあ全世界のみんなバーイバイバイを見てくれてありがとうございます。
スマホからご覧の皆さんは画面の下の方からチャンネル登録お願いします。 YouTube はこちら、こちらです。 PC ですね、 PC で、こちらはニコニコ動画、はい、はい、こちらです。はい、よろしくお願いします。チャンネル登録するとどんないいことなの？お金を拾うことができる。なんでやねん。身長が20センチ伸びる。なんでやねん。パソコンが爆発する。そうだな。